6例目、7例目の新型コロナウイルス感染者が確認されましたので、私の方から取り急ぎ発表いたします。この2人の患者さんはいずれも2例目の患者さん、東区60代女性の濃厚接触者となります。6例目は中央区在住の50代の女性で保育園職員です。7例目は中央区在住の40代の男性で会社員です。行動歴とこの方々の濃厚接触者については現在保健所で調査中です。また患者さんにつきましては自宅待機中です。市民病院の感染症病床がすでに満床となっていますが、県内第2種感染症指定医療機関である県立柴田病院に1名、新潟市内の協力病院に1名入院することとなりました。本日中の入院に向け準備を進めています。なお協力医療機関では万全の体制を整えていますが、入院患者や利用者に不要な心配を与えることがないよう名称の公表は控えさせていただきます。毎回のお願いで恐縮ですが、市民の皆様におかれましては適度、過度に、不安にならずに、これまで通り咳やチケット、手洗い、人混みの多い場所を避けるなど注意していただくようお願いをしたいと思います。なお詳細につきましてはこの後担当部長による記者説明を行わせていただきます。